雨か。ラマだよ。この空ではさすがのお前も星を読むことはできぬか。星は読むものでも見るものでもございませんわ。目にばかり頼れば大切なものを見逃すでしょう。ではどうする。目をつむるか。ええ、それがよろしいかと。耳を澄ませば聞こえてきます、星々のささやきや歌。ならば聞かせよ。星は何を歌う。血と滅び、その末にこの世を照らすまばゆいばかりの光の歌を。血と滅びか。確かに魔物は増加の一途をたどり、我ら人間を脅かしておる。だがその後に待ち受けるはまばゆいばかりの光とな。面白いではないか。光とは富か、あるいは栄光か。血と滅びをもたらすのは魔物とは限りませんわ。まさか大きな戦が起こったりするのか。可能性はありますね。フェネスとの戦か。我らリオニスの地を狙ってるのはフェネスだけじゃないよ。大国のホルンやウェズエットとも国境を接しているんだから。でもホルンやウェズエットとは少なくとも敵対関係にはない。今はね。もしもその均衡が崩れることになったら、僕たちリオニスのような小国はひとたまりもない。また魔物が。モントよ、殲滅せよ。はい。敵兵と遭遇、任務開始。この私が直々に可愛がってやろう。みんなは僕が守ってみせると。あの馬車は間に合ったようだな。エルデ様、あの甲冑はホルンの。リオニス領にどうしてホルンの馬車が。賊に追われて国境を越えたか。考えられないことではないですね。まあよい、ホルンに恩を売る良い機会だ。
リオニス王自らがお出ましか。敵と味方の区別もつかぬか。黙れ、まとめて相手をしてやる。貴様はリオニスが遊撃隊早急の部隊長リリシュ。ホルンがこの衛兵団堅牢の一番剣シュゼルト。噂聞いているよ。そうか、あんたがあの命知らずの一番剣ね。戦場の赤き炎。なるほど、いい面構えだ。我らが王を愚弄するならば魂をも焼き尽くしてやるよ。少子、このそぼ降る冷たき雨を貴様の血で赤く染めてやろうぞ。よさぬか。マシュリー様、なりませぬ。マシュリーだと。なんと、ホルンの姫君ではないか。鉄のおびき、この女の人が。ここはリオニス領のようだ。騒がせたことを詫びよう。構わぬ、我らリオニスとホルンは幸いなことに敵対関係にはない。貴公らを客人として喜んで招き入れよう。心から感謝する。となれば門徒よ、恥ずかしいところは見せられぬぞ。はっ、門徒、どこかで聞いた名だが。まずはこの賊どもを片付けるぞ。敵兵と遭遇、任務開始。この私が直々に可愛がってやろう。みんなは僕が守ってみせると。行くぞ。任務完了、帰還する。